さあ始まりましたストリートファイターリーグウォームアップ MC の大和修平です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして解説ハメコでございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日は第2節のデイ2、はい、マッチ1最終完走熊本対するはシノビズムゲーミング、そしてマッチ2グッド8スクワット対広島チームイクサ、以上、まあ、この第2節残った2試合が行われます。はい、1週間ぶりですもんね、うん、そうですね、うん、やっぱ1週間ぶりというところで本節の開始は20時頃を予定しておりますが、それまでのお時間は、まあ、初心者の方でもこのリーグ戦をより一層楽しめるような、情報をお届けする20分間というところになります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速ではありますが、まずは本日戦う4チームの第1節、前回の節ですね、はい、こちらの対戦の模様をハイライト映像とともに振り返っていきます。こちらご覧ください。はい、それではハイライト見ていきましょう。まずは最瞬間ソル熊本の面々からですね、うん、第1節では、名古屋じゃボディスターミルダムとの対戦となりました。先方で登場したのがネモのファルケでしたね。そこに対して、まあ、梅原のガイルが登場というふうになりました。試合こそね、こう梅原が勝ったわけではあるんですけども、まあ、今回ネモがね2キャラこう練習してきてるというのは分かる先方戦でしたね。そして中堅戦では、まあ、前回のハメコズ教室でも、ご紹介いたしましたこの樋口ガエル対成君明、はい、いや樋口のこの読みの強さというかう、ね、というところもまんべんなく発揮されたそういう試合でしたね。そして対照戦には YA チームモチダルシムドラフトで選ばれた、このモチダルシムが前回のチームメイトだったフードとの対戦になりました。まあ、こちらも内容としては、まあ、フードがねミカでこうしっかりダルシムを崩しきるわけですけれども、とはいえこの持ちのねこの戦術というか非常にいい立ち回りも何度も見られた試合でした。そして、この対戦相手となるのが、シノビズムゲーミングの面々ですね、はい。こちらは第一節では、グッドエイトスカートに対してホームで、ぶつかりました。まず先方戦がドグランドベガに対して山口のルークが登場。まあ、試合内容としてはドグラベが勝ったんですが、まあ、山口 の、ね、その強さというところもかなり見れた1試合。そして中堅戦では川野氷に対して、ジョニーの G ですね、はい、こちらが、まあ、炸裂しましたよね。このエボ2022を勝った川野に対してジョニーのですね決死のカトンが炸裂しまして、見事シノビズムゲーミングに10ポイントを持ち帰るという大活躍。対照戦ではガチ君らしいのに対して藤村ルーク、今回ねこのリーグルーク使いたくさんいるわけですけども、やはりこの藤村ならではの、ね、プレーがこうたくさん見れるというのが非常に面白いところでしたね。今回も、まあ、藤村らしいプレーが出るでしょうか。続きまして同じ試合なんですけれども、こちらはグッドエイトスカットということですね、山口に対してドグラベガと、まあ、組み合わせ的には結構ベガが嫌な相手なのかなというこのルークに対してドグラしっかりと対策を見せてくれましたね。そして中堅戦は川野氷、まあ、敗れてはしまいましたけど、やはりこの川野らしい非常に精度の高い差し返しですとか見てからの行動は本当にうまいですよね、はい、ここも中足に対して踏み込み多周パンチというなかなか他の氷に使いやらなそうないいプレーが出ましたね。そして対象はこのガチ君ラシード、キャラクター的にはかなりラシードはこうルークに苦しめられていると、ガチ君も大会のいいところで結構ルークにやられているんだという話があるんですけども、それを感じさせないというか、まあ、単純にこのガチ君の連動、はい、やり込みが見える試合でしたね。そしてそのグッドエイトスカットと戦うのが広島チームイクサとなります。こちらは、第一節では、魚群に対してフォームでぶつかると、前方戦では、孫対ガンファイト、そして中堅戦ではマチャボオネカに対してクラッシャー、まあ、両選手敗れてはしまったんですが、まあ、持ち味も、ね、たくさん出るような試合を見せてくれましたね。そして対照戦が非常に大きかった、モケロラシードに対して稲葉のベガが登場です。まあ、序盤は結構モケが押していったんですけれども、稲葉がこのむしろ逆にこう強気になっていくっていうね、この切り替えでベガのダッシュをうまく通す展開で見事対照戦を粘り勝ち、まあ、それによって、まあ、第一節では初めてとなる延長戦、これがもう劇的でしたよね。ガンファイトーロ対マチャボーネカリ、石の神様が結果としては微笑むというとんでもない結末ということで、うん、本日戦う4チームが、このような感じですね、はい、大切な試合を行ったというような形でした。ありがとうございます、はい、今日はどんな激戦が出るのか非常に楽しみでございます、うん、ですね、はい、それでは続いてはこちらのコーナー参りましょう。お願いします。はい、ハメコズチョイス選ぶと、はい、
ポイスこの間を埋めるような感じで、はい、選びます今日もね、はい、ということでこのコーナーでは、前節の熱戦や本日の注目カードなどなど、私アメコが選んだ試合の魅力や凄さを詳しくお伝えしていくというコーナーになってます。はい、ということで本日お届けするのはこちら。はい、本日はこちら、うん、前節のベストバト。はい、うん、まあこのね出場する本日の4チームの中から前節の試合の中で特に扱ったバトルをハメコさんにもうすでに選んでいただいているという形になっていますのでお願いいたします。はい、ですね、まあ、今回、まあ、第2節の Day1 が終わってからですね1週間経ってるんですけども、うん、まあ、第1節の方から、選んできました。今回、私が選んだベストバウトは、先ほどねあのハイライトにもありましたが、うん、チームイクサ対魚群の延長戦どうしてあんな結末になったのかというところを、はい、こちら解説していきたいと思います。うん、それでは早速 CFN のリプレイの方で見ていきたいと思います。お願いします。はい、まあ、組み合わせは、ガンファイトオロ対マチャボネカリになったわけなんですけれども、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、準備していきます。で、まあ、この組み合わせさっきもねあのハイライトにあった通り、はい、最後にですねこう、ま、あのガンファイトオロがコンボをこう繰り出すと、うん、天狗乱れ石 V トリガーを使ったコンボをやっていって、はい、ただその途中でそのコンボが途切れてそこにマチャボがクリティカルアーツの、変身前ですので、名誉の儀式これをこう繰り出してそれを、ガンファイトがガードすることによって勝利したというような結末だったんですけども、はい、それについて、まあ説明をしていきたいと思います。お願いします。なんでじゃあマチャボがクリティカルアーツを出したのか、はい、ということなんですけども、じゃあこれちょっと見ていきますね。はい、まあ、ここからコンボ決まります。あ、これほぼコンボを完走することができれば、ガンファイトネカリの勝利となります。うんうん、もう当然マチャボーはそれも、まあ、ダメージ計算をして分かっていて、まあ、ほぼでは負け確だというところなんですけども、うん、ただやはりこの格闘ゲーム重要なのが、はい、KO と表示されるまでは終わってないということなんですね。うん、ここでマチャボーが取った行動は、まあ、もうちょっと飛ばしていくと、分かるんですけれども、もうここです。見てください。見てください、うん、この右の一番右側ですね、はい、ペン使ってみましょう。光の速度でブーンってありますけど、はい、ここです。このラインですね。すごい勢いで操作してますね。これ、まあ、つまりクリティカルアーツを常に、ね、入力しているとコマンドとして入力していると、はい、コマンドを入力しております。でこれ理由としてはですね、まあ、ガンファイト、オロのですね、はい、コンボがこの天狗乱れ石を使ったコンボが失敗する可能性がある、うん、はい、特にこの今ガンファイトオロがやってるコンボ、天狗乱れ石発動中のルートでは非常に、まあ、セオリーになっている中の、貫け足という逆ヨガキックですね、はい、逆ヨガ中キック、まあ、今だとヨガフレーム中キックなんですけども、うん、レバーを前から後ろにこう1回転というか半回転させてボタンを押していく、うん、でこれを連続で入力していくと、石がですねこうあの土地を埋めてくれて連続ヒットしていくというコンボなんですけど、はい、もしこの乱れあの貫け足のタイミングが遅れたら繋がらないんですね。そうですね。ただこの天狗乱れ石発動中ですのでこの中貫け足本来ならガードしたら反撃できるぐらい隙があるんですが、うん、こう石がねフォローしてくれるんですよ、はい、なのでガードしても反撃できないと。そうですね、うん、なのでミスするんであれば割り込まないと倒しきれないですね、うん、それをマチャボはしっかり分かっていてミスするという一つの希望一縷の望みをかけてですねしっかりと CA を入力し続けました。ただこれ結果としてまあ見ていくと、はい、ちょっと待ってくださいね。これカーソルを戻します。まあ見ていくとですね、ここでこの、うん、もう一回戻しますか。はい、このタッチトルキック、ここから、まあ、今度はガンファイトの操作の方を見ていきますと、ここでうなり原稿マイチューバンチ、うん、はい、ここから、今日の貫き足を入力してその2発目からクリティカルアーツの大神戦力につないでいくというコンボを狙ったわけですね。まあ、操作の方こちら今度は、ペンでこちらの方見ていくと分かりやすいですね。ほら入力してるでしょ。入力してるんですがこれねやっぱりねこの本番大会の緊張感というところで、コマンドが入りきっていないんですね。だマッチョボーはこれが途中で起きる可能性があるということでずっとこの入力していたんですが途切れる場所が、まあ、ある種マチャボにとっては運が悪かったという、そうですね、ところでした。この後であれば、ガードが間に合いますので、ここはしっかりとガンファイトが反撃して勝ち切ることはできたんですがただこのマチャボがこういう負け方をした時に、はい、これすごい本当に終わるまでは終わりじゃないんだということで一切妥協なくちゃんとクリティカルアーツを入力していること自体はこれすごいことなんですよ。そうですね、うん、諦めてない、はい、やっぱりこの
この何が起こるかわからないわけじゃないですか、うん、最後に結局その、ガンファイトの方はミスが出ていると、うん、ただそのタイミング場所によるというところではあったという感じで、はい、ただちょっとここで気になったのがですね、はい、じゃあ実際このコンボ完走したら倒しきれるのかなと、あ、やっぱここはちょっと検証しておこうということでですね、負け格なのか勝ち格なのかっていう、はい、そうですね、まあそこはそうですね、もし、ガンファイトのコンボが最後までいったら倒しきれるのかということを調べてきましたので、ちょっと動画を、はい、ご覧ください。はい、見ていきましょう、はい、なんですが、まずですね、この石の神様はですね、微笑まない、まあこれはい、実は石違いますもんね。そうなんです、実はこれ石ね、ガンファイトオロはこの時、CPSP とテスタメント、携帯ゲーム機と本が出たんですけどこれ30分ぐらいやったんです、出なかったっす、苦労の数がもう諦めました。なので全てを石にした、ダメージが全て10、うん、本来だったら、PSP、携帯ゲーム機ダメージ20で、本はダメージ5なんでちょっと変わるんですけど、はい、まあ概ねこれで変わらんだろうと、うん、いうことでもう30分で諦めた私は普通にコンボ決めました、はい、まあ、この結果ですね、はい、結果余裕です、オーバーヒルと言ってもいいぐらいのダメージが出まして、はい、倒しきれたので、うん、まあ最後までできていたら勝ちではあったんですが、はい、もしミスが出た場合は、マチャボーナーのクリティカルアーツの入力によってケラ貫け足の間に割り込むことができ、うん、むしろ逆転できていたでしょうという、うん、そういう、トッププレイヤーたちがやっぱ最後まで諦めないんだっていうところが実はこの試合にたくさん出ているというところでですね、うん、解説させていただきました。はい、まあ、こう一先っていうちょっとね、またこの熱い緊張感の中での、ね、そうですね、戦いとよりこんなにやり込んでるプレイヤーでもミスが出てしまう、そしてそれを逃さないように頑張っているというところが伝われば幸いでした。はい、ありがとうございます。ということで今後もですね、このウォームアップではさまざまな熱戦、注目カードの魅力を取り上げていきますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで以上ハメコズチョイスでした。さあでは今回のね、この世界大会リーグの現在の順位表から見ていきましょう、はい、このようになっています。はい、ということで、まあ、まずね、やはりこの開幕戦ワンオンワントーナメントで、はい、ポイントを獲得した名古屋じゃボディースターミルダム、そしてグッドエイトスカートが上位にいるんですが、うん、まあ、名古屋王者ボディースターミルダムは、その上にと大量加点をねこうしまして、はい、今現在目下1位90ポイント、これ相当ですよ、うん、しかもこの後もう戦いが待ってるということで、はい、そしてグッドエイトスカートが、まあ、今日ね試合がありますから、はい、どんだけ得点を取れるのか、うん、うん、こんな感じですね今回は。そうですね、はい、まあ、グッドエイトスクワットとしては、まあ、今日加点ができればこの1位の名古屋ジャボディスタミルダムに、まあ、差を詰めれるような可能性が出てくるという。そうですね、ただ40ポイント取ってようやく5分という、まあ確かにそうですね、それぐらい名古屋ジャボディスタミルダムが、まあ、一歩リードしているという感じですね、うん、はい、はい、さあということでこのようなところになります、はい、ではスケジュール表を見ていきましょう。出ますでしょうか。はい、まあ、今週がちょっとね特集になっておりまして、第2節のデイ2なんですけれども、前回から1週間空いているというところと、今日終えますと、うん、1日空いてもう第3節が始まるというところで、はい、そういう意味ではこの第3節の試合をする、ね、チームはちょっと大変そうですね、うん、今回でいうとシノビズム、うん、そうですね、シノビズムが、試合がありますんですが、はい、はい、さあこのようなスケジュールというところになります、はい、続いては11月と12月、こちらまでになるともう、火曜金曜がもう固定に。そうですね、もう今週が終わったらあとは、基本火曜金曜の普通のスケジュールになっていきますので、うん、まあ、見やすくなるのかなという感じですね、はい、はい、さあということでスケジュールの方をご覧いただきました、はい、さあこの後はいよいよこのストリートファイターリーグプロ JP2022 第2節のこのデイ2マッチ1、はい、最瞬間ソル熊本対するはシノビズムゲーミング、そしてマッチ2がこの先ほどお話も上がりましたが、うん、このグッドエイトスクワット対広島チーム戦、以上の2試合の模様をお届けしていきます。皆さん最後までご覧ください。それでは試合の準備のため一旦失礼いたします。